どうもつぶつぶです。気温が上がってきて多肉たちがグリングリンしています。グリングリンしているとついついしたくなるのが裸足。夏の裸足コツさえつかめばめちゃくちゃ簡単なのですが、もう少しだけ気温が落ち着いてからでもいいかもしれません。春や秋に裸足をしたのになかなか増えなかった多肉たちが今は根も芽もめちゃくちゃ出やすいです。そしてこの根も芽も出やすいのはしばらく続くので、秋になったら増やしても大丈夫だし、今ちょっとだけ楽しんでも大丈夫です。そういった品種たちお届けします。まずはこちらをご覧ください。気温が上がる前はキュッコロ可愛い多肉たちが今まさに緑色が強くなりグリングリンしています。例えばこんな品種ピンクベリー、キュッと育っている時はコロコロとこんな感じなんですが、ちょっと遮光してあげてお水をたっぷりあげて気温が上がっていくとこんな感じグリングリンしています。この状態になると裸足めちゃくちゃ簡単です。この状態の時に挑戦してもなかなか増えなかった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。すいません、説明不足で。グリングリンしている状態ならめちゃくちゃ増えます。他にもロッティ、冬はさらに白っぽくムチムチコロコロの可愛いつぶつぶ多肉、今はこんな感じです。どうでしょう、青っぽい緑、青信号に近い緑でしょうか。はい、なのでこういったグリーングリーンになるとロッティも裸足がめちゃくちゃ簡単です。春や秋の気温が低いうちに裸足をした方、ロッティなかなか芽も根も出ませんという声を聞きました。今です、今なんですね。そして今もそうなのですが、今からお彼岸ぐらいまでは全然出ます。葉っぱがグリングリンしてる時は出るのでご安心を。同じくペレスデラロサエ、こちらも葉ざしをして芽も根もなかなか出なかったという方、ロッティやピンクベリー、ビアホップたちほどではないのですが、こちらも気温が上がってくると葉を大きく広げグリングリンしてきます。爪先やエッジが見て取れないほどグリングリンしているのですが、こういった時芽も根もとても出やすいです。つぶつぶ屋でよく言っているグリングリンしたら裸足がめちゃくちゃ簡単です、まさに今その時期なのですが、その後の育て方にちょっとだけコツが必要なので真夏は控えてもいいかもしれません。ですが夏の楽しみとして数枚取って土の上に巻いて日々管理しても毎日がとても楽しいので、それはそれでおすすめ。もしも本格的に丁寧に増やしたいのなら、夜温が25度ぐらいになるのを待ってそこから増やしてもいいと思います。今から秋まではグリーングリーンを保ち続けるので、いつでも増やし頃、そして最も育てやすい時に増やしましょう。慌てなくても大丈夫です。そして慌てても楽しいので大丈夫。ということで今回は春や秋に葉ざしをしてもなかなか増えなかったつぶつぶ多肉たちが今なら増えるし、秋の気温が落ち着いてからでもまだまだ増えるお届けしました。なので仕立て直しや、いろんな時に葉っぱが落ちた時はもりもり増えるのでご安心を。そして秋の初めならなお増やしやすいです。はいはい、どうぞ。今日あった一番嬉しいことを教えてください。はい、思い返すと何もなかった。いやー、でも全部なんかあれですね、逐一楽しかったんじゃないかなって思いますね。一番嬉しかったこと、はい、まず朝起きて天気が良かったですね。これは嬉しかったです。はい、で途中で一回雨が降ったんですね。それも嬉しかったです。気温が下がってで一汗かいてお昼ご飯を食べました。嬉しかったです。そして夕方気温が落ち着いてきて一段落ついたので撮影を始めました。皆さんに伝えれることを伝えたので嬉しかったです。甲乙つけがたいので全部1でいいでしょうか。はい、
それでは皆さん、嬉しかったです。